自分にとって最適なですね、人を見つけるっていうのがかなり大事な、資産形成においては大事なことなのかなと思いましたので、こういった動画を作ろうかなと思いました。皆さんこんにちは。株式会社ウェルスパートナー資産デザインソリューションズ代表の瀬古口です。この動画チャンネルでは資産運用に関する様々な情報を発信しております。今回の動画のテーマは最適な IFA の見つけ方4つのポイントを解説というテーマでお話をしていきたいと思います。 IFA っていうのはですね、私も IFA をやってる会社を経営してますけど、何かっていうとインディペンデントファイナンシャルアドバイザーということで、独立系の金融アドバイザーというのが和訳になるんですかね。ということで、ここ十数年ぐらいで存在感が出てきた免許であり資格ではあるんですけども、何から独立してるかっていうと、証券会社がありまして、その証券会社っていうのが商品を作るんですよ。で、それを自分たち証券会社に所属して売るのではなくて、そこから独立した主体、また別に会社があって、そこが証券会社を提携をしてきて、いろんなこう金融商品をですね、投資家の方に販売する、そういう免許は IFA で、メーカーである証券会社から独立してるっていう意味で、独立系のファイナンシャルアドバイザーというのがこの IFA っていうことになりますね。でこの IFA もですね、できて十数年ぐらい経つので、いろんな IFA の会社だったり、個人の個性の人が出てきたわけなんで、結構こうIFA によってもですね、やり方であったりとか考え方とか、モチベーションがみんな違うので、結構自分にぴったりな IFA を、見つけられた場合とられない場合の自分の資産運用に対するこう成果であったりとか、あとは満足度っていうのは全然違ってきてるので、個人的にはこういう、こう IFA が自分にとって最適なですね、人を見つけるっていうのがかなり大事な、資産形成においては大事なことなのかなと思いましたので、こういった動画を作ろうかなと思いました。で今回ポイントをですね4つに絞って、自分にとってどういう IFA が一番いいのかっていうのを見つけるのですね、要点を、まとめていったので、ご覧いただければと思います。はい、ポイントはこの4つですね。まず1つ目いきましょうか。短期長期、これ何かっていうと IFA の目線ですね。これが、短期っていうのは、例えば、投資家の方にお客様に、株を買ってもらって、で1ヶ月で、反対売買するつもりか、逆に5年10年持ってもらうつもりかとか、この目線の長さですね。で短期で、の方がいいとか長期の方がいいっていうのはちょっと置いといて、どっちがいいかっていうのは置いといて、短期で売買をすることをメインにしている IFA がいるのと、長期っていうのもどっちもいるんですね。でこれによって商品とかちょっと違ってくるんですけど、ただそれは置いといて、どっちもいますと。でそのお客様が求めているものも結構分かれるんですね。自分は、長期運用で忙しいし、普段、反対売買とか短期売買してる時間もないから、長期で寝かしてじっくり資産を成長させたいっていう人もいれば、そうじゃないと、短期で株を売買して、趣味も兼ねてるから、1ヶ月以内に何回もこう売買して値上がり益を取りたいんだっていう方、昔ながらのこう株の取引をやりたいっていう方もいらっしゃるので、これは、どっちがいい悪いは置いといて、自分に合ってるこの IFA がこう割と短期中心の人もいれば長期中心の人でざっくり分かれますので、その人が歩んできたキャリアとともにですね、自分にはどっちの方が合ってるのかっていうのを見極めた方がいいと思います。はっきり聞いた方がいいかもしれないですね。あなたはこういう株の短期売買をメインにしてる人ですかと、それとも長期運用なのかっていうのは聞いたら、IFA も自分に合ったお客様を選びたいと思ってると思うので、比較的はっきり答えてくれるんじゃないかなと思います。はい、これが一つ目ですね。で二つ目、個人かっこ業務委託か、会社かっこ社員か。でこれお客様からすると、どっちでもいいよって思うかもしれないんですけど、これ実は全然違うんですね。で個人で業務委託の人っていうのは、その人自身のやり方とか考え方があって、それに基づいてお客様に提案も行われて受発注も行われるっていうことなので、
まあ、同じ会社であっても業務委託の人は全員やり方もノウハウもあとは経験も違うわけですね。歩んできたキャリアも違うということで、その人の、人間とか個性そのものがお客様の提案にも、まあ、発露するということなので、その人の、個人のキャリアとかいろいろを、分析しないといけないというところで結構全然違うのと、あとは業務委託の場合は生活っていうのは、まあ、完全フルコミッションの方が多いので、お客様からのとの取引とか収益っていうのがその人の全部生活に跳ね返ってくる、売上そのものなので、なのでその個人によって全然違うっていうところで、まあいい人、合う人であれば合うんですけど、合わない人は全然合わなかったりとか、利益のことだけを買うかっていう可能性もあるので、かなりこう見極める必要が、個人を見ないと相当いけないっていうことですね。その業務委託の個人の場合は会社を見てもあんまりいないので、その個人がどうなのかっていうのをよく、キャリアとかとね考え方とともに分析する必要があると思います。この会社の方は、会社で、まあ、社員ですね、その人が正社員の場合っていうのは、その会社の考え方に基づいてみんなこう IFA の人も営業してる、各人も営業してる可能性が高いので、ある程度、会社のこう方向性とか提案の、考え方に基づいて提案されているので、まあ、こう会社を見てですね、その担当者を判断するっていうことをある程度してもいいのかなと思います。ただまあもちろんその個人も大事なので、その人のバックボーンとかも、分析するのは大事かと思います。で3つ目が、部分最適か全体最適かっていうところで、まあ IFA における部分最適っていうのは、まあ、要は金融商品の中の証券だけってですね、提携している証券会社で扱っている、まあ、証券だけをお客様に提供している、そういう人たちなのか、まあ、全体最適っていうのは、その部分って証券、株とか債券とかだけじゃなくて、まあ、保険であったりとか、あと相続事業所得対策であったりとか、あとはまあ不動産のところとかやるのか、資産全体に対する最適化をしているのかか証券だけかっていう違いで、これも結構会社とあとその個人によって違うので、まあ、僕はもう証券だけしかやりませんとか、保険は証券と保険だけやりますとか、不動産もやりますでもう全部やりますっていう人たちもいるので、これはかなり、結構分かれるところなので、ご自身が、自分がどういうこうプロダクトを求めてるのかとか、証券だけでいいのか、全体最適化してほしいのかによって、合ってる方を選ばないと満足度が全然変わってくるので、よく見極めた方がいいのかなと思います。はい、で最後、税務ですね。これはまあ税務的なアドバイス、相続事業承継とかとの提案とも絡みますけど、税金の最適化までしてくれるのか、してるところなのか、してないのか、これも結構分かれますね。まあ、税務のアドバイスするって言ってるけど、まあ、ほとんどこう提携してる税理士法人に丸投げのところもありますし、ある程度こう提案の中に組み込んでくれるところもあるので、これもご自身がどこまで求めてるのかっていうところとの兼ね合いかなと思います。まあ、富裕層であればあるほど税金対策大事になるので、そういう方は税務ありの方の IFA さんを選んだ方が私はいいのかなと思います。という4つがポイントになるんですけども、ちなみに、私が経営しているウェルスパートナーっていう会社は、一番上の短期長期だと長期目線ですね。で、2つ目、IFA の働き方としては、社員、正社員しかいないので、会社、正社員の方ですね、右側で。で、全体最適してる、全体の最適化しか考えてないので、まあ、全体最適。で、最後の税務のアドバイスも。社内税理士がして税務アドバイスしているので税務ありの方になりますと。でこれが当社っていうだけで、まあ、短期で個人部分最適税務なしもいますし、それの正社員版もいますし、全体最適してるだけど、税務はないとかパターンもありますし、もう IFA によって全然こう、タイプというかやり方であったり考え方が異なりますので、ご自身が何を求めてるかっていうのをよく考えた上で最適なこの IFA さんっていうのを選んでいただければと思います。でそれを選ぶ基準として今日は4つ、こういうふうに挙げさせていただきました。ということで本日は
最適な IFA の見つけ方、4つのポイント解説というテーマでお話をさせていただきました。今回の動画が参考になったという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。